あれこれなかなか倒れないな。あー取れちゃった皆さんこんにちは、自称レゴビルダーヒレイだ。はい、今回紹介するレゴはこちら、レゴスーパーマリオバサバサとキングテレサの屋敷チャレンジです。はい、今回の動画はこちらを組み立ててレビューします。はい、今回は久しぶりのレゴスーパーマリオの拡張コースです。僕はマリオのキャラクターの中でテレサがすごい好きなので、これが発売されてめちゃくちゃ嬉しかったです。はい、箱はこのようになっていて、画角的にほぼギリギリのサイズです。なんといってもこのセットの特徴は、キングテレサがついてくることです。ちなみにこちらのセットは絶版品となってます。はい、今回の拡張ステージは、お化け屋敷がモチーフとなってます。こういったクモの巣のパーツってなかなか見ませんよね。それとあと個人的な話なんですけど、おそらくレゴスーパーマリオの拡張コースの中でキャラクターが付属してるのはこれが一番多いかなって思います。今回の拡張コースにはキングテレサとバサバサが4体とクリボーが2体ついてきます。すいません、この箱の破けなんですけど、引っ越しの時に落としてしまって破れちゃいました。はい、箱の後ろはこんな感じです。今回のお化け屋敷もめちゃくちゃギミック盛りだくさんで楽しそうです。では開けましょう。こういう大型のセットを開けるのめちゃくちゃ久しぶりなんですよね。はい、箱の中にはパーツが入った袋が5つとブックレットが1冊入ってます。わあ、なんだかこのブックレットがめちゃくちゃ懐かしく見えるなちなみにこのセットの中でまだ持っていないのはヨッシーの家とキノピオの家です。まあこの2つは多分もう絶版になってるので買えれませんね。わあ、キャラクターパック第1弾懐かしいな。はい、それではレゴスーパーマリオバサバサとキングテレサの屋敷チャレンジを組み立てます。完成！バサバサとキングテレサの屋敷チャレンジです！おーはー！
でかい。いや、これレゴマリオの拡張コースの中で結構でかいです。ただクッパ城と比較すると、まあちょっとちっちゃいんですけど、今回の拡張コースは割とでかいです。あ、じゃあ近くで見ましょう。正面のエントランス部分です。あの、このエントランスのパーツはレゴヒルンサイドで最後見ました。門の両サイドにはクリボーが2体います。そして門を越えた先にクモの巣があって、右側には枯れた木があって、左側は枯れた芝があります。そしてこの正面部分のこちら、おお、キングテレサがめちゃくちゃ目立ってますね。これは何でしょう、時計塔かな。時計塔にしたらちょっと小ぶりですね。ちなみに扉の中ははい、こんな感じです。これ中見る感じ時計塔っぽいですね。後ろから見るとこんな感じです。ちなみに一番後ろに無敵のスターアイテムブロックがあります。はい、それでは今回の拡張セットに入っているキャラクターを紹介したいと思います。まずはもう何と言ってもこれですね。じゃーん、こちらのキングテレサです。全体をぐるっと見るとこんな感じで、いやーもう最高。はい。ちなみに普通のテレサと比べるとこんな感じで、大きさ、3、4倍はありますね。でかいな。まずテレサの手のブロックパーツが違うのと、カラーコードの位置が違います。で、あとはテレサの尻尾がないですね。キングテレサの顔が丸々プリントパーツとなってます。ちなみにクラウンはこのように取り外すことができます。あの、個人的に DS のマリオの風船テレサを思い出します。そして下の部分にこちらのパーツがあります。これはギミックの際に使用します。あの、なんかこうして持ってるとテレサの綿飴みたいな。はい、続いてはこちらのバサバサです。全体はこのようになっていて、バサバサはキャラクターパック3で手に入れました。で、何が違うのかというと、じゃあこの後ろの出っ張り部分です。ちなみにキャラクターパックのバサバサと比べるとこんな感じで、一部なんですけど使われているパーツの色が違います。まあ一番違うのは後ろの出っ張りですね。はい、そして最後はこちらのクリボーです。全体はこのようになっていて、クリボーなんですけど、いつものクリボーと違って下を向いています。表情パーツが違うというところが結構面白いです。はい、続いてはこちらのコースのギミックについて説明します。まず正面のこの門がこのように開きます。続いてこちらを押すとクモの巣が反転します。はい、こんな感じです。表にはクモがいて、裏返すとコインのカラーコードがあります。続いて右側のこちらの木を倒すと、はい、こんな感じでカラーブロックが出てきます。そして今回のコースのメインギミックはこのバサバサを回転させてキングテレサを落とします。ではやってみます。あれ、これなかなか倒れないな。あー、取れちゃった。よし、次でいけそう。はい、こんな感じです。このギミックなんですけど、個人的に結構難しいですね。もう速攻でこんな感じで回転しないと、だんだんと、あー、またコース取れちゃった。だんだんとテレサが下がっていきますね。あ、やった。はい、レゴマリオとレゴルイージで遊んでいきたいと思います。ではまずはレゴマリオからいきます。最初にクリボーを倒します。クリボーの音声はいつもと一緒ですね。では門を開いて、この台座を反転させます。で、コインを取ります。一気に大量のコインを取れました。ちなみに2回目以降はこんな感じです。で、たまにコインが取れます。では続いて左側行きましょう。で、ここのコインを取ります。これもさっきのクモの巣と一緒です。では今からメインギミックのキングテレサを倒します。では行きます。これ倒すよりかはこういう感じでもう押し出した方がいいかも。あ、もうちょっとでいきそう。よし、倒した。で、キングテレサを倒します。おお、テレサの鳴き声だ。キングテレサは7回踏むと倒せれます。ではルイージでもう一度遊んでいきたいと思います。
戻ってる。これ押さえた方がいいな。あ、押さえたらもういける。じゃあせっかくなので無敵を取って倒します。わあ、無敵だと一発で倒せます。いや、さすが無敵スターですね。はい、レゴスーパーマリオバサバサとキングテレサの屋敷チャレンジはこんな感じです。はい、ということでレゴスーパーマリオバサバサとキングテレサの屋敷チャレンジを組み立ててレビューしていました。今回組み立てたレゴマリオの拡張コースなんですけど、ギミックが楽しくてすごく良かったです。まあ、まずなんといっても僕がこれ買った最大の理由はキングテレサがついてくることです。これはテレサ好きの僕は絶対買っちゃうセットです。ただこれ先ほど動画でも言ったんですけど、もう絶版してるので定価で買うのはちょっと厳しいかなって思います。コースのお化け屋敷なんですけど、実際のマリオのようにちゃんと作られているので、これも素晴らしいと思いました。はい、以上ヒロゲーでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら、イエーイ。